2023明治安田生命 J1 リーグの第26節、トヨタスタジアムから名古屋グランパスと横浜 FC のゲームをご覧いただきます。さあ、この並びなど、まあ、少しメンバーがね、変わったところはありますけれども、まあ、基本的にはしっかり守ってっていうところなので、まあ、そこからどれだけ鋭い攻めを出せるか、まあ、最終的にどこにボールを届けるかっていうのを明確なターゲットもいますし、はい、あとはその手前の森島がどれぐらい前向きでボールを触れるかっていうところはです、ね、はい、大きなポイントだと思います。アウェーチーム横浜 FC です。あのメンバーは変わらずというところ、まあ、継続というところは強いんでしょうね。まあ、もう前節は素晴らしいゲームだったので変える必要ないんじゃないですかね、はい。高さも揃えた中で中央に置いてきた、流れて山下亮也、右で打ちました。惜しい。コントロールしたようなボールでした。まあ、いいところ落ちてきたんでね、はい、フリーだったんで一回足の裏で止めて狙いすまして巻いて遠いところ狙いましたけど、山下胸コントロールには内田が寄せます。取って森島、森島、森島抜きに行く、森島長いのフォロー、ユンカーから、いや稲垣が来た、右の泉が打ちました。ユンカーもう一度押し込んだ稲垣、ただオフサイド、副審の旗が上がりました。このユンカーのポジションですか、泉が触った瞬間のユンカー、最後モラエス触ってますもんね、はい、あ、木村慎はオンフィールドレビューに行きました。まあ、守備競技者がいわゆるかろうじて触れていたという場合にはディフレクションオフサイドということになりますが、ゴールが認められました。名古屋先制、稲垣のゴールです。まずは森島のここの剥がしのところからですよね、まあ、彼にしかできないプレー、まあ、しっかり永井に渡したところから始まりましたし、で最終的には少しアウトでシュート気味なボールを入れたと思うんですよね、まあ、こういうところ顔出せるんですよね、稲垣はね、はい、まあ、作りのところも関わりながら、まあ、最終的にはフィニッシャーとしての仕事もできると。まあ、井上志音なんかもスペース探して顔を上げるんですけど、伊藤翔がポスト、そのままちょっと伊藤翔が下がりながらスペース上げます。小川圭次郎から林、サイドから林幸太郎が入ってきていました。まあ、手前手前同サードハーフスペースのところうまく使いながら縦パスがグッと入って大外ですよね。山下有利、ララ右に岩竹と山根、少し中、はい、時間かかりましたね。有利ララ上げ切って伊藤翔、前節見事なゴールがあった伊藤翔のシュートでした。まあ、再三今日どこから侵入するかという話は出てると思うんですけど、はい、まあ、1点を横浜 FC からすると奪って早くっていうところと、これだけ持てるのであれば懐ですよね。マルセルヒア、マルセルヒア、マルセルヒア、マイナスちょっとずれて有利。まあ、やっぱり打つと何か起きますよ、はい、もうまさにこういうのも積極的に狙っていかなければいけないと思いますね、はい、何か難しいことしてないですもんね。一旦マテウスを狙いましたか。もう一度今度さあ上げられるか、仕掛けた、抜いた、ボックスラインがマイナス、こぼれて有利だ。いや、深いところまで行けましたね、今のはね、近藤ね。井上ターンしながら周り探りながら、ただ少し囲まれました。坂本浩輝右にさばいて、近藤クロス仕掛けるか、近藤
マルセロ・ヒアンだ、こぼれた、押し込んだ、追いついた横浜 FC、 最後は高い、1対1、途中出場高井和真 J1 初ゴール。でも1対1になったらほとんど勝負で抜き切らないところでアウトで上げたんですね。でこのヒアンのヘディングも強かったですけど、落ちてきたところにしっかりと高井が反応したと思いますし、はい、近藤がアウトサイドで入れたんですけど、ここでやっぱり名古屋の選手が一瞬止まってしまいましたね、まあ、スタンディングでヒアンは飛んだと思うんですけど、まあ、いいところにボールが来たと思いますし、もう目の前に落ちてきたって感じですかね。高井のボックスの中に4枚入ってきました。手を挙げる藤井も手を挙げます。その藤井折り返し、キラの前だ、川面のクロス流れて森島、下で行った野上、反転、野上だ、よく触りましたね。ここで木村主審のホイッスルが鳴りました。1対1、名古屋と横浜勝ち点1を分け合いました。